近野軍は朝鮮民主主義人民共和国環境南道の南部に位置する軍。かつては栄光軍と呼ばれた。北は佐田平軍、北西に明る徳軍、南西に高原軍と隣接している。東は日本海海岸に位置し、南は虎島半島によって外目から隔てられた栄光湾である。明る徳軍に源を発する。 コンノ号が軍内に平野を開き、栄光案に注いでいる。一遊、四労働尺、五十里を管轄する。現在のコンノ軍の範囲は、北朝鮮によって1952年に再編成されたものが元になっている。それまでの環境南東栄光軍の範囲は、現在の明る特軍を含んでいた。栄光軍が、コン軍に改められたのは1977年で、 ある。この一帯は、古代の高栗の地で、高来に入ると、和州が置かれて、辺境防衛の用地となった。13世紀半ばには、モンゴル帝国の圧迫を受けるとこれに降り、モンゴルによって僧上総監府が設置された。1356年、僧上総監府が陥落して、高来が支配を回復し、和州牧を置くが、この時功績があったのが、 李思春とその古利成形であった。1393年に栄光府が置かれ、一時は朝鮮東北地域を統治する観察史の役所も置かれた。日本統治下では栄光湾が要塞に指定され、虎島に砲台が築かれた。1952年、明る特軍、人志京軍を分離し、栄光面、奥木面、超光面全域と巡礼面の主要部、 鎮つぼ面、横側面、人とし鏡面の各一部によって栄光軍が再編された。この不死の出典人鏡群、ありがとうございます。